皆さんこんにちは、あの人は今ということで、はい、もうでも2回やっちゃってますけど、やってますね、はいはい、あの人は今、はい、ツアー6勝をマークしています、はいはい、天沼千恵子さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃん、ちゃんと天沼ちゃんっていうのがもう天沼がめんどくせえからもうちゃんなんです。ちゃん、はい、うん、はい、もうちゃんって呼んでますみんな、はいはい、ちゃんって呼んでください。ちゃんさんで、ちゃんさん、はい、はい、じゃあちゃんさん、はい、はい、のクラブセッティングです、はい、今のセッティング今ね、うん、ここ悩んでる、ユーティリティは。そう、ここ悩んでて。でもこれはお気に入り、うん、変えられない。一番お気に入りなんですか。そう、今はそうですね、クラブとしてのお気に入り、はい、クラブもこの辺はもうお気に入りで、でもそろそろこれも、うん、もうだいぶ使ってるんで、うん、ちょっと変えなきゃいけない時期が来ており、うん、今年のオフはちょっとね買えます多分。でもさ、女子ツアーみんな結構これ、ね、エピック使ってる女子多いよね。うん、これ新しい方ですよね、エピックマックスエレース、うん、はい、うん、新しい方、うんうん、それで、はい、でもこれ400なんでもう相当前、これも相当前ですよね、うん、これもじゃあお気に入りなんですね。お気に入りですね。でももう変えないとと思って、まあ、クリークは変えないかもしれないけど、スプーンはもしかしたら変える可能性がある。これ女子ツアーでよく見かけるんですけど、うんうん、結構女子の選手ここ鉛で塞いでる人多くないですか。ゴムの線じゃなくて、なんでこれ分かんない。これでもメーカーさんがそのまま、そう、みんなそう言うんですよね、うん、メーカーさんが貼ってるからって言うんですけど、うん、男子は男子ここただのゴムの線ですよね。あー、そういうこと、うん、なんで分かんない、謎。でも女子ツアーに来るとみんなそうなってる、うん、なってんだ、うん、うん、大体重心やっぱ、まあ、まあツアーレップの人が違うから、うん、その組み立てる人の癖じゃない、これ癖かな、単純に、うん、単純に、うん、あんまり深い意味なさそうな気がするでもゴムより重いじゃん、絶対に。あ、ゴムの方が軽いのか、はい、あとゴムだと完全に蓋されちゃって音がこう渋くなるから、女の子はない力でちょっと共鳴キャーンっていうこう言わせ、音を良くするためにやってるの。あ、なるほどね、うん、音はめっちゃいいです本当に、やっぱ音大事なんで、やっぱ、うん、音聞いてきた人だからね、うん、耳でね、うん、この位置とか調整したりするんですか。あ、しました、もう 何個かやって、もうここが一番ベスト、もう微妙に微妙な位置ですけど、微妙な位置。 こっちほど捕まりがいいってことなんですか。そうだけど、うん、出してる自分が出したい球は軽く落ち際フェードなので、うん、本当はこっちに来るのかなと思うんですけど、うん、自分の場合多分トップで重さをなんかこう感じちゃうのが、うんうんうん、多分こっちだと逆にフックさせたくなっちゃうから、うん、なんかクラブをのそのなんだろう、動きに逆らわず、なんか多分自然に、自然にっていうと、自然に戻ってくる、はい、でちょっと捕まえてくれるじゃないですか、こっちの方が多分、で自分で捕まえに行かないために多分こっちにしてるんだと思います、クラブ的に。なるほどね、シャフトはディアマナ TV の50の SR、はい、もうあの三菱さんはすごい長く使わさせていただいております。うん、全部一緒。これは一番買ってた頃は何使ったんですか。ディアマナです。ディアマナ、はい、ディアマナの、まあ、タイプは一緒、もう多分ディアマナの中でも、うん、あのもう棒っぽいものが好きで、うん、 じゃあね、じゃあ何マナ、青マナなんじゃ、青が一番しなるでしょ全体に、うん、手元、うんうん、そう、でもなんか多分何使ってたの。うーん、前世紀何だったかな、でもバサラも、バサラ、うん、バサラ系、高級シャフト、そう、バサラ系のちょっとこの辺に黄色でなんか太陽みたいなマークがついてたかな、うんうんうん、今ないよね、今ね、それね、うん、でこれがお気に入りのやつは、うん、今 TV で、一緒ですね、これ今度は S になる。あ、 S だ、そうですね、ウッドは S、 ウッドは S なんだ、5だけじゃない。あ、これも S だ、やってるし、ピュアリング、あ、ピュアリングしてる、で、うん、スクールクラブする平野さんとこ、はい、さすがですね。おお、だからこれだとヒモンヤゴルフ、こっち側がそういう向きだったんですね。そうですね、向きがなんかね、そういうのあるんだっていうところでちょっといろいろやってるんですけど、いい顔してる。そうですね、顔は最高です、はい、いい顔してるよ、はい、スプーンは50の S で
クリックは60の S でしたね。そうですね、はい、で、まあアイアンは6から今入れてるんですけど、まあもう6も外すところかなっていうところなんですけど、うん、シャフトはもうずっと同じ感じでバサラ系が多くて、60の R、 そう、前は S でした試合の時は、うんうん、でその前が SR 使ったけどもう R でいいかなと、うん、ちょっとラウンドの数も減ってるので、うん、まあ行った時にこうあんま触れないから、うん、少しこう、うん、クラブに仕事してもらってっていう、自分が仕事しないように、うん、しております。今はもしかしたら試合にバンバンもっと出始めたら SR がいいとかってなり始めるかもしれないんですけど、これは 何年モデル、これ19年じゃないですかね。2021年、違う、2021年じゃないですか、ね、2021年、はい、書いてないんだねこれ、はい、いい顔してるよ、新しい方の。僕もこれ好きだった、そう、すごい飛ぶから、はい、めちゃくちゃいいですね。これが出た時はもうちょっとテンション上がりましたね。あ、はい、ね、楽だもんねこのクラブ、飛ぶから、はい、だから結構お客さんにもアイアンは結構このアイアンの顔が好きであればこれを勧めてます。もう優しいし、うん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 、拾ってくれるんで、うん、自分のミスを少しカバーしてくれるっていうところを、うんうんうん、やっぱりこう拾ってってほしいなっていう、うんうん、はい、優しい、優しいですね。そんなバカみたいにロフト立ってないしね。はい、そうなんですよ、けど飛ぶっていうね。そう、それがいいですよね。あんまり立ちすぎてるのもダメで、うん、で、まあ、じゃあマッスルバックみたいにもうちょっとこう細いのもダメで、自分はじゃあもうちょっと優しくって分厚いのもやったんですけど、それまたダメで、まあ、このこれぐらいの分厚さというか、うん、ソール、はい、ソールもこの幅が好きですねやっぱりね、うん、優しさと操作性を兼ね揃えたっていうところですね、はい、もうウェッジはやっぱこのボーケは外せないかもな、はい、SM ない、うん、もう6あたりからすごい好きで、6、7、8、9、7、8ぐらいの時はあんまり顔が変わんなかったんだけど、9でまたなんかすごい拾いやすくしてくれたのか分かんないですけど、顔がいいんだ、顔とあの打った時の球の出方が結構好きで、へー、おー、いい顔してるよ。オーケーはもう本当に、やっぱりメッキはメッキしありは昔はメッキなしだったんですけど、うん、なんかそんなに変わらないよって言われて、変わらなくなったよって言われてやったら本当にあんまり変わんなかったです。で、うん、こっちの方が錆びないし、うんうん、あの長持ちするよって言われて、うん、それでやったら結構本当変わらなかった、ね、スピン量とかも普通にスピンしてくれるんで、うんうんうん、頻繁にもらうのも悪い気がしてるし、ね、そうなんですよ、まあ、それが一番の原因で、ね、はい、シニアの女子の試合って3試合しかなくて6月で終わっちゃったんですよ今年も、うん、はい、すごいなんかオーソドックスでいい顔してるな、はい、でもあれだ、シャフトは850 850ですね、はい、はい、でもやっぱりなんか市販ほど重たくないよね。市販って重たいよね。あ、確かに D5 ぐらいあるでしょ、はい、そうなんですよ、特に自分 C8、C9.5、D0 いかない程度に作ってもらってから、多分すごい軽く感じちゃうかも。いや、絶対その方がバランスいいよね。なんかでもウェッジは分かれるみたいですね。ちょっと重くする人と軽めにやる人と。へぇ、女子あんま軽くしてる人少ないんじゃないですか。あ、そう、逆に。重たくして、ボーンって出した方が楽だ。もう、でも昔の名人系はみんな軽いよね。うん、うん、そうかもしれない、ね、名人ではないけど名人系名人系を目指して系を目指してました十分6回も勝ってるよ。パターはこれです。パターはもうこれも長い結構、はい、TP で割とラウンドに行くのが、はい、9.5 フィート10フィートぐらいのところが多いので、うん、その辺に当てはまってる時はこれ、はい、で、うんうん、10.5 以上11になったら、はい、もう一本さっき入ってたと思うんですけど、うんうんうん、あっちを結構あの使ったりします。なんか、うん、グリーン速くなると速くなってきたらもうちょんってこう
フェイスローテーションももう本当最小限なものでもうチョンって打って出てくれるやつ、はい、優しい、はい、通称トラスパ、はい、これ結構なんか重りで自分のストロークをちょっとこうなんていうかな補ってくれるっていうか、はい、お重心の振動何何これトーとヒールで変えてるんですか、変えてくれるんですよ、何これ どういうこと初めて見たよこんなの、そうこれも本当にいいですよ、トーの方が深度が深い、はい、はい、さすが詳しいですね、いやいやいや、なんかそばに通していてくれるとなんか助かるな、あれですか、そうするとローテーション若干しやすくなるんですか、そうなんです自分、うん、そうそうそう、さすが自分ね、こうなっちゃうの、もう どうやってもこうなっちゃうの、あこうやってミスしちゃうの、うん、だからもう勝手にヘッドがヒュンってこう勝手に来てくれると、なるほど、そう確かにこれちょっと面白いよ、面白い振り心地が、うん、確かにそこに重心を感じる、こっちはこっちでこっちはこっちってことです、そうなんです、そうなんです重心を感じるよ、あ確かに包んでくれる感じする自然と、そ う,、うんうんうん、そうなんですよ、確かにまっすぐじゃなくてこうスッて感じでね、うんうん、こういう風にしたの、へえ面白い、面白い、ね、面白いでしょ、すごく面白い、でパターもここね実はあれなんですよ、斜面ができるんで、どっちかが上がってるはず、ハイテク、そうそうそう、あ今上がってんな、おお本当だ本当だ、そうなんかねここでここちょっと早い12フィートくらい男子のグリーンになっちゃってるんだけど、そうそうそう、ここでもパターをちょっと教えてあげたりとかもできるんで、入ってくる、早いでしょ、いやさすがですね、やっぱこの速さをなんか殺してくる、これ本当盗まないといけないやつです、これあ今めちゃ盗んだ方がいいパッターですね今の天沼が欲しいやつ、それくださいね今の、そんなことなんかね、ああやって球をこのグリーン殺せないですよね女子は、わかります、もう打つだけ、やっぱりもう打ってここでパーンって打つだけなんだけど、どうやって殺すっすか、あえて一回なんか溜めるみたいな、溜められない、こうパンってこうなっちゃう、なんだろう、横田さんだったらその重りってどこにやる感じになりますか、いやいやこれ面白いと思いました、本当ですか、うん、面白いですね、面白い、うん、これ面白い、なんか振り遅れなさそうねえ、うん、ねえ本当になんか、うん、すごいアイディア、ね、初めて見ました本当に、これすごい本当にあの自分を矯正するにもいいのかなと思って、うん、こういうふうに動いちゃうから、はあはあ、なんかこうなっちゃうの、あこういう感覚で打てればいいのかっていうのもなんか良くなるのかな、こうできるよね、はい、うん、そうですそうですそうです、やっぱさ同じところに重心があると絶対にこう打ちに行った時に絶対開くから、うん、はい、アマチュアの人の 99% は開いて当たってるような気がするんだよね、うん、あなるほど、だからこれタイガーはよくキャディにここにさこうやってシャフトを置いてもらって、うん、こうやってとインパクトの時にスッて離してもらって、うん、多分手が出ないタイガーはどういうこと、ここにこうそこに、うん、こうやってこうやってそれで今そう離すみたいな、そうそうそう、あそれで手が出ない練習をよくキャディのスティーブとこうやって、うん、そう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 、ってやってるよね、だからあれってさタイガーってさ2度オープンなんだって、うん、はい、フェイスがアドレス陣にね、アドレス陣に、うんうん、打ちたいとこよりもね、うん、オープンにしとけばこういうこう戻すしかないから、うんうん、だからそういうこうなんていうの、うん、イメージがある、うん、だから逆に藤田さんみたいにちょっとこうかぶし気味でさ、うん、今度かぶし気味でこうやってガンってヒール出していくタイプは、うん、反対です、こうじゃないの、あ、うん、あね、面白いですね、だって今の打ち方するとすげえなんか厄介だもん、この重心の位置が、うん、動かない、あ、うん、逆にね、藤田さんはこっちの方が多分やりやすいんじゃないかなって、うん、いやでもこういうのが面白い、面白いですね、やっぱりあの横田さんと話してると、うん、もっと分かりやすくなるゴルフがこれは面白いですね。ね、はい、これで今度一本やる。
あ、いいかもしれない、はい、本当に、ね、だってこれでほらこことここ、うん、ここでも全然違うんですよ本当に、はい、重りで、ね、うん、でこうもこうもほらやっていけるから、うんうんうん、こんだけ差つけたらどうなるかとか、はい、見てみたいです ね、うん、ね、はい、寺さん案件お待ちしております。ここの重り、はい、ここの重りもほら今10だけど10、これも軽くしたら重くし、ね、軽くしたら重くしたりでも変わるでしょうし、ここもまた重要そうですね。ここを軽くしてこっちに行けば、はい、これちょっと重くしたいんですよ自分は。ちょっと重くして、はい、やってみたいっていうのが結構今あります。うん、遊べるね、面白いですね、そうなんですよ、はい、こんな感じで遊んでます、はい、いろいろと、はいはい、ちなみに、うん、あの現役の時の道具ってどんな感じだったんですか。パターンですか。前世紀、前世紀の時の、うん、まあ、全てパターはデルマ3使ってました。タイトリストの、はい、スコッティの、はい、ちょっとこれぐらいの大きさのやつで、うん、ここからネック出てるやつで、うん、そうで、うん、カーリーウェーブも使ってましたし、 B60 のあれかな、系なのかな、ちょっと分厚い、そう、少し分厚い、マレットまでいかな い、はい、いかない、当時にしては割と大きめなヘッドの方だったと思います。うん、2ボールよりは大きくはないですけど、うん、はい、うん、契約はテーラー、当時はそうですね、テーラーメイドボールがタイトリストだったので、うん、パターは、うん、まあ、タイトで、ウェッジもタイトでっていう、そんな感じでしたね。なるほど。じゃあ V スチールスプーンとか、そうです、 V スチールあたりです。あと V、うん、あ、 V じゃなくて300ですよね、ドライバーは。あ、 300R、 300R、 はい、あ、秀道さんがバリバリの頃かな。あ、そうです、そうです、本当に秀道さんと自分が契約してた時です。あ、そうです。で秀道さんが、うん、そう、うん、秀道さんがアメリカで、うん、天沼に贈り物っつって、うんうん、作ってくれたのがタイトのボーケのオイル缶の、うん、はい、懐かしい、そう、2526とか258とかのウェッジ、そこからもうずっとボーケ好きで、もうそれで勝ちました自分、うん、交渉したのはそれです。めちゃくちゃ良かったですよね、あの時のボーケ。でその次の年一緒にリビエラアメリカに行って一緒に回らせてもらいました、優勝報告とともに。おー、はい、リベラカントリーいいな、はい、すごいすごい、まだあのスタートホールのイメージは残ってます、やっぱり緊張しすぎて。そうなんだ。マニアックな話だけど、あれ千葉さんが作ってたの、アイアン。アイアンは、テーラー時代ですか、うんうん、テーラーの時はあの、うん、アイアン、その時多分自分市販のものでお願いしてたと思います。あんまりこう作り物じゃないもので、うん、市販でもう本当に一番いいセットっていうか、うん、もう合うって言われてるもので、うん、あの組んでもらってたんで、そこからもしかしたらメーカーの人がヘッドを選んで組んでたかもしれないです、はい、ラック、うん、ラックとか、はいはい、そうです、ラックの辺ですね、はい、懐かしい、メキ懐かしいですね。ということで、はい、楽しい話、はい、クラブセッティングからこういろいろ飛んで聞かせていただきました。はい、はい、ね、ここは楽しい施設ですね、はい、いろいろできます、いろいろできます、いろいろできます、はい、そこにホッケーのやつなんかもあるし、いろんな練習技術、いろんなのが、はい、ありますから、はい、こっちはまだ余裕あるんですか。こっちはまだ、はい、あります、あります、はい、完全に、自分のレッスンの時間は、はい、ちょっと自分のスケジュールが怪しいだけで、はい、まあ、次に練習場利用はね、はい、練習場利用はまだ大丈夫ですね。これ天沼さんのスケジュールを抑えるのも大変だったんだから、 2ヶ月後、3ヶ月ぐらいだったからね。でも去年も多分ダメだったんですよね、はい、去年も合わず、2人のスケジュール合わず、もう別れだったらいつでもいいからって言ったんだけど、はい別れなあ、行きたいんだけど一番行きたいとこなんだけどな、今空いてるって言ったらね、ハワイだったっていう、そうなんですよ、最高ですよね、はい、ちょっとじゃあ別れでもありたい ね、 あ、本当にね、タイミングを合わしたいね、はい、ぜひお願いします、ぜひお願いします、はい、ということで、ということで次回はちょっと、はい、あの時代の
アルバムをちょっと、はい、見させていただきます。あの人は今、あの人は今、はい、じゃあちょっと、アルバムで締めくくりですかね。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。